それを日本初めての世紀末だ、西暦なんて知らなかったから、日本初めての世紀末だった。誰もがそれに気づかなかった。噂はすぐに広がりだった。どんな噂だっても音だってよかった。世界破滅のイメージを誰もが欲しがった。子供は漫画のヒーローを殺して最終回を勝手に作った。明るい漫画を隠したかった。誰もがそれに気づかなかった。噂はすぐに広がりだった。どんな噂だっても音だってよかった。世界破滅のイメージを誰もが欲しがった。保険市場から世界経済まで、学者は崩壊を予言した。金を持てと騒ぎ立った。誰もが金を金に変えた。噂はすぐに広がりだした。どんな噂だっても音だってよかった。世界破滅のイメージを誰もが欲しがった。それは日本初めての世紀末だった。西暦なんて知らなかったから、日本初めての世紀末だった。誰もがそれに気づかなかった。噂はすぐに広がりだした。どんな噂だっても音だってよかった。世界破滅のイメージを誰もが欲しがった。美しい大会もきらびやかな浪費もなかった。ただ誰もが混乱して、ただひたすら怯えるだけだった。宗教は人を集めるだけで何を与えるわけでもなかった。神殿には人が溢れ返り震えるだけだった。楽しめない、情けない世紀末。楽しめない世紀末。楽しめない、情けない世紀末。楽しめない世紀末。戦争に備えてあるものは体を鍛えた。災害に備えてあるものは家を建て替えていた。科学者は実験を繰り返し、思想家はそれをまず返し、音楽家は何も気づかず、ただ適当な歌を作ってばかりで。楽しめない、情けない世紀末。楽しめない世紀末。噂だけの世紀末。噂しか残らない世紀末。それは日本初めての世紀末だった。誰かが早く気づくべきだった。平気で生きるやり方を、あるいは本気で唱れる道を。噂はすぐに広がりだした。どんな噂だっても音だってよかった。日本初めての世紀末は、噂が作る噂の渦だ。ウィーンからベルリンから世紀末のダークな奴らが生まれた。平気で生きるやり方を、あるいは本気で唱れる道を。噂はすぐに広がりだした。どんな噂だっても音だってよかった。日本初めての世紀末は、噂が作る噂の渦だ。行き詰まってると思っていたのは行き詰まってる。噂の仕業差し迫ってると思っていたのは差し迫ってる。噂の仕業1001年に誰もが思った。こんなことならやっておけた。出口がないと噂して自分で出口塞いだことを。行き詰まってると思っていたのは行き詰まってる。噂の仕業差し迫ってると思っていたのは差し迫ってる。噂の仕業2001年に誰もが思った。こんなことならやっておけた。日本初めての世紀末は、噂が作る噂のことだった。